様です。はい、遊びに来ちゃいました。遊びに来ますね。はい、イラブ選手とソソギ選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらです。ブンブンです。全然すごいよね、ダーツね。あ、でもここ同じロビンじゃないですか。そうなんですよ。この帽子取った時はまずまず飛んでて勝ったんですけど、その後ダメやったんです。ここメグさんもいる。そうなんですよ、最悪なんですよ。この後メグとめちゃくちゃ入ってましたよ、さっき二人は。はい、もうめちゃくちゃ あんなのないっすよ。いや、ちょっとうちらも入ってたね。ちょっと入りすぎちゃった。あ、二人ペア。はい、すごいな、二人強いじゃん。でも MDC が社長だったんですよ。なんと、メグさん、いや、勝てないね。勝てるの？勝てんす。だって俺、シュウモモにカモンって言われましたから。煽られた。またそのカモンって言い方がなんかエロくて、なんかもうな、もう絶対勝てないなと思いました。その瞬間にもう慣れてるカモンなんですね。そうそうそう、もうカモン、カモンって言われて、もう、あ、もう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 いけませんみたいな。さすがメグさんもですね。いやー、さすがっすね。さすがさすが。ずっと練習してましたからね。あ、メグ、メグ。あの、2週間。日頃投げてる。だからその対人もできてなかったから、その2週間はずっと対人ばっかり練習してましたね。さすが。すごい。今何勝何敗ですか、2人は。2勝。さあ、このペア、鹿児島ですよね。鹿児島、佐賀ペア、ね。ホワイナピチューの赤のユニフォームの人が鹿児島ですよね。そうそうそう。ですよね。参加人数が多いですね、やっぱ。多いんですよ。で、中国のね、子供たちも来てるんですね。うまい子いましたね。いや、喋りたい。喋って。いや、違う。中国とか海外の人喋ってよ。いや、言葉。言葉。でもやっぱり週末の試合になると、そうそう、イエスとノーとカモンと。でも週末の試合になるとやっぱこうみんな席陣取って見てるよね。やっぱああいうのっていいよね。すごい、中国でもすごいプレイヤーですよね。いやいやいや、まだ全然、いやいや、すごいでしょ。すごいけど、中国時代ダーツがまだまだ。ああ、そういうことなんですね。めちゃくちゃプレイヤーさん多くはないんですか、そのプロ時代は、中国は。いや、全然、でも、男子を入れても、トッププレイヤー、シュウモモは。3番目ぐらいって聞いた。うん、中国の5番目かな、なんか男子ももう全部で。今年は、いや、今年はベスト8、あの PDC 中国予選。へぇ、うん、男女混合ですか。そう、いや、男子の中に一人出てる感じ。それでベスト8。すごいな、ミクルさんバージョンみたいな、ね、そうそうそう、ミクル選手みたいね。すごいよね、ミクル選手も。細いよね。細い、細いね。で、すごい、昨日体調崩してる。あ、なんか今日も、ね、なんかみんな体調崩してる。熱中症で、昨日、おととい。すごいな、今日も朝からも。それで優勝、うん、体重がもうすでに37キロとかしたから。だいたい、いや、もうどこ目指してるんですか。いやいや、骨になっちゃいますよ、それ以上いったらもう。どこ、どこ。でも筋トレとかしてますもんね。してる、うん、体力がないからね、筋トレしてる。めっちゃ腹筋出すよ。出そうですね。まあ出すのは好きみたいよ。出すのは好き。見せたがりぐらいの勢い。そうそう。結構へそ出しの服とか着ますもんね。カオリン呼んでくださいって。カオリンって誰だろう。え？カオリンの。なかなか、あ、いいよね。あの、ほのぼのとした感じが。今日結構見てくれてる。いや、そんなに見てないっすよ。昨日のパークとすごかったね。昨日面白かったもんな。さあ、6時からカット、もう1分いった。
もう下回ってますね。さっきのあの20見てたっすよ。すみません、もう死にたいです。バットランドって言いたかったもん。死にたいです。いや、やっぱ難しい。いや、でもアマチュアトーナメント難しいよね。やっぱ投げるところがないですよ。ねえ。日本同じところです。そうな投げるところがないけど、やっぱ大変よね、こういうところで。練習マシンがないとダメやね。ヤンマーもやもんね。ヤンマーもだけアマチュア出た、あ、ヤンマーと俺が一緒にするあれじゃないけど、ヤンマーはアマチュアとトーナメントあんまり出たがらないのが、投げる ボードがないけん、やっぱ全然入らんもんね、ヤンマー。だから入らないのかな。何が、はい、僕もアップ台がないから。いやいや、アマチュアの時はね、やっぱ入らないプロ多いよ。いくらプロでも入んないみたいな。そうですね。やっぱ、ね、やっぱプロの試合ってマシンがあるでしょ、ボードが。やっぱ肩慣らし必要そうね。そうそう、やっぱりどんなプロで。そう、社長もずっとアップしてますもんね。いやいや、俺はずっとアップしてるんじゃなくて、アップせんとわからん。でも、もう、でも、シューモモとかすごいやろ、ずっと投げようね。ずっと投げてますよ、あの控室でも。ね、他の女子プロがこうスマホとかいじってキャピキャピしようときもずっと投げようったって。誰か言うとすごい、ストイックの。でも、ヤンマーもずっとひたすら投げてますからね、会場で。ああ、山田ね、山田もね、山田も昔からそう。山田、本当にね、あ、もう俺試合終わった。この後俺たちもうやだ、もうやだね。カモン、登校拒否になりそう。カモンって言われましたからね。カモンってシューモモから言われて、もうあの一言でもうズタボロっすよ、心の中は。もう嫌だ、もう。めぐさんとシューモモさんは待ち構えてます。スタンバってますよ、あそこで。ほら、いや、シューモモとかすごいよね。でもウォーミングアップなくてもバンバンあるからね。英語でバンバンしてます。英語で話すけど誰も分かんない。で、シューモモが言ってるの。いや、あのシューモモさんとこう話してるんですけど、みんな英語で話すから。あれ、中途半端な受け答えしちゃダメだよ。あの日本人特有のあの中途半端な受け答えして、あの大間違いを起こすからね。はイエスとかイエスイエスイエスって言ってたら、あ、イエスなんだとか。あれ全然違う方向に行くからね。昨日でもよかった、シューモモパンツもさ、なんかちょっとドレスコード引っかかってさ、で本人わけ分かってなくて。あー、ジャージっぽかった、ね、ジャージっていうか、まあ、ジャージじゃない、ね、そうそう、今日入ってるので、昨日来て、でパーフェクト厳重注意一歩手前で、たまたまなっちゃんが、なっちゃんのパンツがあったの。たのく、あ、藤野選手とか呼んでもらいます。もうそろそろ僕行ってきます。もうすぐこれ終わったらすぐ試合なんで。はい、じゃあすいません、あの任しといてください。無様な試合をぜひご覧ください。PDC の、すいません、初 PDC、 初 PDC やったでしょ。もうデビューしちゃった。僕も PDC アジアツアーを前田ヤンマが出てる。そう、僕もなんかシンガポールに行ってみないかって言われたんですけど、ちょっとあの不安。そうね、コーラーもしないといけないんですよね。そう、もうコーラーもうやばかったよ。マジでやばい。マジでやばい。60、 あれ言わなくてもいいらしいの。そう、俺もう60点ですって言いそう。そう、もう60点って言ってもいいと思う。60、俺まだそれが不安だから行きたくないんですよね。もう俺はもうそこをバッチリ予習復習しながらやらないと。うん、俺もぶつけ本番でこうさっきとか。であれ足すことできない。パッと。あれここにちゃんと足し算がある。ああ足していかない。足して答えが出る。すぐ。まあそれをやるとやっぱ時間かかる、ね。もちろんよね。怒られちゃう。だからフットの松本さんも一回 PDC アジアに出て、京都かその出た時にポール・リムさんと誰かの試合のところにコーラーしてたらしくて、
これこうやって動くと怒られるらしくて、ちょっと動くなってめちゃくちゃやめてほしくていやいや技術もちょっとほら追いついてないのにコーラーも追いついても最悪じゃんって松本さんが自分で言ってたんですけどねじゃあなんで出たんすかって言って、いや俺も PDC プレイヤーだからってずっと言ってました来年ちょっと全部出てみたいなと思った。もう俺絶対無理だわ、体力が。いやで、あとは午前中で終わる。え、一回戦負けたの。あ、一回戦負けたじゃん。あ、2日間一回戦負けなんで。でも砂川さんは2回戦。そう、いやいやもう3回戦。もうベスト32。PDC。マジふざけてるぜ。いやそれ見てちょっとびっくりしたからね。もう45ダーツぐらい打って突破してんだから。45ダーツ。いやそれはもう。何なの勝てるの。さあ。運営よね、持ってる。いやいやいや、もう僕はもうそのためでにスポンサーを外したわけではない。